けましておめでとうございます。Now everyone, Happy New Year! ということで、今日は違う場所からお届けしているので、皆様あれ、どこにいるんだろうと思ってるかもしれないんですけれども、今私は新婚旅行で、オーストラリアのウィットサンデーズ、グレートバリアリーフのあたりっていうと皆さんよくわかると思うんですけれども、いろいろな島を旅してる途中なんです。もう見ていただいたらわかると思うんですが、ヨットをチャーターしてですね、ヨットの上で寝泊まりして、本当に楽しい時間を過ごしています。今、やっと一人になったので、ちょっとね、皆さんのための動画を作りたいなって思ってたんですけど、もうこんなね、海の上にいると何しようかなって本当に迷っちゃうんですけれども、でも一応ちゃんとね、皆さんご覧いただいてると思いますが、トランペットも持ってきました。今ね、ちょっとトランペットをもう全然ノープランで吹くんですけど、やっぱり吹くと島に当たってね、すごいエコーが返ってくるのでね、これビデオで伝わるかわかんないんですけど、ちょっと吹いてみたいと思います。聞こえました？今の。すごいエコーが返ってくるんですよ。わかります？すごいね、もういろんなとこにね、跳ね返って、すっごい響くんですけど、これ大丈夫かな？迷惑になってないですよね。でも、まあ、他の船もほとんど、結構いるか。他の船もいるんですけど、皆さんイエーイみたいな感じですごくね、楽しく、聞いてくださるので、なんか本当にオーストラリアの人って心が広いなと思います。ところで皆さんはもう今年の抱負は決まりましたか？私も船の上でいろいろ考えていたんですけれども、やっぱりこうやって皆さんにね、お会いできてるのって YouTube を通してのことだと思うので、もう少しね、動画の本数を増やしていければなと思っています。今ってやっぱりちょっと毎日ね、投稿するのは私本当に仕事をいろいろやっていて、あと、私の YouTube チャンネルって私しかいないんですよ。スタッフもいないですし、編集とか全部自分でやってるので、ちょっとね、物理的に他の仕事の兼ね合いも考えると、毎日投稿するのって難しいんですけど、それでもね、もう少し動画を増やしていけたらなっていうふうに思っているので、今年はですね、ちゃんと固まったらまた皆さんに改めて報告しようと思ってるんですけど、動画投稿でもう少し頑張りたいなと思っています。夕方になって風が出てきたので、もう少しでこの動画終わろうと思ってるんですけれども、最後に皆さんが一番気になるのってトランペットの練習方法だと思うんですよ。私はトランペットレッスンを2年半ぐらい配信してるんですけれども、やっぱり一番多いのが未だに体に力が入っちゃうんですけど、どうしたらいいですかっていう質問と、あと高い音が出ないんですけど、どうしたらいいですかっていう質問なんですね。で、まあ以前の動画でその辺には触れているので、その動画を見ていただければ、まあ納得していただける方もいるし、うん、それでもできないんだよっていう方もいると思うんですよ。でも、やっぱり未だにずっとその質問が来るっていうことは、私もね、うまく伝えきれていないところがあるのかなっていうふうには思うので、まあそのテーマだけをね、また今後も何回も取り上げるかはわからないんですけれども、でも自分が気づいて、あ、これを言えば皆さんの役に立てるんじゃないかなって思うことを思いつけば、またいろんな動画にね、当てはめて、いい動画をね、作れるように頑張っていければなと思っていますので、皆さんね、まあいろいろヒントをいただけると嬉しいなっていうふうに思います。私ももちろんね、トランペッターとしては全然完璧じゃなくって、本当にもっと上手な人なんていっぱいいるんですけれども、でもなぜかなんか皆さんね、ご縁があってこうやってチャンネルを見てくださっていて、すごくね、私のことを応援してくださる方も多いみたいなんで、なお先生こんなことやってみたらいかがですかとかね、いろいろアドバイスがあれば全然コメント欄に残していただければすごく嬉しいなと思うので、皆さんぜひこれからもよろしくお願いします。今回はちょっと短い動画になりましたが、皆さんいかがでしたでしょうか？この動画を楽しんでいただけた方は、高評価ボタン、あとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。2020年は海外からの動画も増えるんじゃないかなと思っていますので、また皆さんに楽しい動画をいろいろとお届けできればなと思っています。それではまた次の動画でお会いしましょう。森井直でした。バイバーイ。